はい、こんにちは、かがみらです。今日はですね、オートバックスさんから特別ご招待状っていうの届いたんで、すいません、名札隠して、なんとなんと全品 10% オフということなので、この間バニティミラー買えなかったんで、今日ちょっとオートバックスまで買いに行ってみようと思いますので、一緒に見てください。今日行くオートバックスは難波に近い桜川店っていうところなんですけど、 ETC カードを認証しました。有効期限は不明です。すいません、場所で言うと大正区のちょっと先なんですよ。大正区からまたちょっとこのちょっと何枠になるんですかねに入る形になるんですけど、京セラドームの近くを通って大正駅を通過して、オートバックスまで行ってみようと思います。今日はさすがに25日ごとびということで、トラックがめっちゃくちゃ多いですね。この付近スクールエリアです。安全運転を心がけましょう。ですね、駐車監視エリア、マフラー今日出荷させていただいたんですけれども、佐川急便の人に個人の梱包は保険効かないですよって言われました。メーカーの梱包やったら例えばその輸送中に荷物破損したら保険適用になるんですけど、個人が梱包した荷物は輸送中に破損したら保険効かないって言われました。なんかルール変わったんですかね。でもまああんだけパッキン入れたし、エアパッキンもちゃんと巻いてるから、まあ、壊れることはないと思うんですけど、やっぱとか、あ、すごい B4 やね。B4 でしたね、今のレガシー B4。でも穴開いとったから、何やろ、昔のやつはターボついてましたっけ。 B4 忘れました、情けない。ありましたよね、昔のレガシー。一時停止です。そうなんですよ、この間がやたらとね、警察が多いんですよ、港区。月曜の朝から職質されてる人おったりとかで、この間撮影しとったら一時停止取り締まりしてたりとか、朝から結構パトカー走ってたりとか、なんかまた春先にかけてちょっと怪しい人が増えてきてるんかもわからないので、気をつけた方がいいですね。今ここは尻なし川の横ですよね、裏道になるんですけど、通ってます。でここズボーって抜けると京セラドームに行けるんですけど、珍しい、ひしマーク。山本建設、僕も詳しくは知らないんですけれども、ひしマークっていうのはあれですよね、山口組かなんかの関係のことを示すんですよね、このひしマークっていうのは。ちょっと怖いから車間距離取っときましょう。この裏道もあんまり混まないんですけれども、やっぱりごとびの時は結構車増えて、ちょっと渋滞することもあるんですけれども、普段はめ
ます。この付近スクールエリアです。安全運転を心がけましょう。やや右斜めの方に京セラドームの、天井見えてきました。また今度来た時は必ずちょっと撮影してきます。前はビッグバンでしたよね、確か。偶然にそのビッグバンのサポートカーが来てて思わず写させていただいたっていう形なんですけれども、で前走ってる電車は JR です。環状線です。ここの上のあの鉄パイプあるじゃないですか。ようトラック突っ込んでるから。ほら、だいぶ傷いっぱいいってるでしょ。結構突っ込んでるんですよ。京セラドーム前を右折します。からやったら一発で左折していけるんですけど、この先対象方向からやったらちょっとぐるっと回らないといけない形になってます。なぜか鉄鋼所が多いと。
こうスタッドレスタイヤのヤスリやってますわ。車いっぱいですね。あの安売りなので、さあ、ちょっと買いに行ってきます。オートバックスのバルブコーナーにやってまいりました。どれやろう、こっちの方やと思うんですけど、バレンティLED ウィンカーピア、まあまあ高いですね。でウィンカーも LED にしたいんですよね。リレーがいるって聞いたんですけど、赤、これは長田の引いてんのか、8はあるんですけど、 T の6がないですね。T 点、これは船型ですもんね。これは関係ない。バニティランプあったんですけど、3も30しかなくて、これしかないみたいなんですよ。なんかこれ買っていこう。これいけるでしょ、聞いて、トランク。これの交換レビュー動画やりたいと思います。ほんで、ハイフラユニットとかも売ってるんですけど、今度またちょっと LED ウィンカーするときにちょっと調べて、また買いに来ようと思います。ハイフラ欲しい。とりあえずバニティは諦めて、これを買っちゃいましょう。トランクルームの電球をですね、T10 の LED に変えるために、あの 10% 割引で買ってまいりました。2720円とちょっと高いんですけれども、まあ IPF なのでしょうがないですよね。またこれの取り替えレビューとか、あのアップいたしますので、ぜひまた見てください。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。